の T シャツ、あニャンこれはこれはあれですね、ジモフィッシュさんのジモフィッシュさんも、ね、ジモニア耳カッタがある、あすごいすごいすごい、この躍動感のあるニャンコちょっと可愛らしいですよね、はい、めっちゃ踊ってるし味もあるし、ねえいいですね、これ可愛らしいです、ちょっとまた見に行こうかなと思います、見に行きましょう、さてこちらのお兄さんは僕は、高田屋の、うん、レガーメのロットベルト、いいですね、これトップホルダーもついててですね、これバットの方に負けるやつですね、はい、セルサオはちょうどレガーメやった、いいサオお持ちで、ちなみに何か言ってもらっていいですか、資源ってアジングロットなんですけど、まあその先端がソリッド部で、まあちょっと、普通のロッドベルトだけやったらちょっと先端の刃先がこう車とかやったら割れたり心配やったから、うん、そうですね、でこれ見たらちょっと先端までガードされとって、まあええ感じかなと思って、うん、ね、これってねロッド本体とこうねあの入れ物も一緒なんで、レガメ尽くしなんでこれはいいかなと思います、うん、ナイスチョイスです、目立つね。これまた再販してくれたですね、マスクは売ってます、あ、ほんまですね、LSD と、はい、量が変わっただけです、あの前ちっちゃい、あ、こういう、こんなやつ、はい、これはこうなっただけで、はい、これがちょっと、量がちょっとお安くなったりとかして、そうですけど、僕はこれはシュラの時の、ムツエンメイルの役もから来たんかなと思ったら違うかったんですよね、これ全然関係ないです、そうです、はい、でそれがズームで見ていただいて、それにこうアーミーがかかったヤクモという茶碗、アーミーがかかったエソラっていうカラーがあるんですけど、まあ、これはですね、あのやっぱ暗闇に少し効くというぼんやっとこう意識を存在させるというか存在するようなワームとなっております。で今からですね、まあ、あのアジング、ね、夏のアジングすごくいいんですけど、割とですね、まあ、キラキラワーム僕は押しましたけど、実はソリッドの方が釣れちゃうよということで、こちらの、エソラカラーはすごく流行っていく感じだと思います。疑い晴れましたね。あーすごーい。あーイエーイ。はい。お願いします。こういうドライ生地の T シャツであったりとか、こういうロゴを入れた T シャツをちょっと販売しています。いや、okay、あのモデルがモデルの言うとんで乾燥しちゃって、そう、あ最高です。これは一応、レンガ系 T シャツって言って、あのアジが3連についてるやつとか、タイが2連についてるやつとか、でヤンガケっていう可愛い猫ちゃん、これ地域猫なんですけど、あのこちらの猫ね、あの釣りをさせてこういう T シャツを作ってます。今回でも割と
苦労されたんですか、ね、あいやそれはもう結構購入された方がおったんで、女の子もそうですね、もうその前にもね、意外とほらもうせなあかんわ、もう一時一時例えばクラゲやったり、これタチウオやね、そうです、その辺なかなかこれも色も独創的に可愛らしいですね、ちょっとね、色はもうアクリル板に直接色を塗りつけて、それをパーツごとに、で、一つのこうパーツごとに分かれてるんです、さっきの猫と一緒なんですけど、猫をまたアクリル板に色を塗って、で重ねて、でパーツごとに切り抜いて一つの形にしてます。でこういうのもちょっとジモフィッシュの一端で、活動資金として、させていただいてますので、またぜひよろしくお願いします。一応こう、ジモフィッシュっていう、この一応これがロゴマークってなってるんですけども、ちょっとこちら釣り具を高田さんとコラボしまして、この O の部分、この O の部分もこっちの方がいいです、気を着てますもんね、はい、はい、コラボさせていただいてちょっと販売しております。これが来てますとか、これを持ってますみたいなありますので、ちょっとね紹介してもらえば、あ、新商品、はい、クロー、面白いですね、この形、面白い、なんかミノムシをあれしてるかな、つぶつぶの卵がいっぱい連なったみたいな感じになってます。これは主に何に使われたいい感じでしょうか、使っていただけたらと思います、はい、そうです、これからのシーズンでしたら、まあね、メバルもそうだけど、アジの方がちょっと強みがあるかなと思うんですけど、ちょっと触ってもいいですか、はい、結構柔らかいですね、これすごくね、こうブニブニとした、はい、感じです、あーほんまや、で割と伸びるんですね、この足は、こんな感じなんだ、面白い、こういうのをこれを開発しようと思ってた経緯は何でしょう、まあ、結構ね、一応アジメバルが多いって思うので、まあ、アジ自分で作って、まあ、試して、で一番左右も上下動くのってやっぱり丸がつながってるのが見やすかったです、リブがこう効いとる感じなんですね、そうですね、こういうのも前アジングで出してるチョイスっていうのがあるんですけど、こういうペラペラですと上下はすごいこう動くんですけど、横はやっぱ動く、流れで横からの流れでもこういう風に寄っちゃうっていうのがあって、丸を貫ないで貫いて、まあ360度動きやすいっていうテーマです、はい、2.8 インチもあるんですね、そうですね、3サイズあって、これが 2.8 か、はい、1.3、2.0、2.8、12色、はい、多いですね、色出てて、6色がグロー寄りで、6色は、まあ、ノーマルとケイムラ寄りで、まあ、グロー寄りのアソートと、まあ、ケイムラ寄りのアソートで、アソートパックっていうのを今回は作ってます、あ、これお試し、はい、パッケージも可愛いですね、お試しな感じです、で中で釣りに行ってもらって釣れた気に入ったカラーとかをまた単色で買っていただいたら一番いいかな、ここのメーカーさん、こういうパッケージイラストがもう可愛いですよね、可愛いですね、これは会社の中のデザイナーさんですか、僕がデザインして、僕がデザイン、どうしよう僕がしましたみたいなことを言っていただいていいんですけど、それはこれです、あ、これも、はい、はい、なんかちょっと、まあ、ブラックバスとかアイアンロードでしたらなんかアメリカンルアーの流れあるんですけど、あんまりソフトルアーっていうのはここもないかな、まあ、個人的な趣味もあって、こういう寄りのデザイン、パッケージとかはデザインにしてます、なんかアメリカンっぽいですよね、そうですね、その隙間抜けたらいいみたいな、シャスの線でもついでに
今着てるやつです。こんなんです。ありがとうございます。ごめんなさい。ありがとうございます。ですね、今ちょっとカメラ回しますので、よろしければ、なんか今おすすめ、例えば平らが生えてるんですけれど、まあ、おすすめ、これが新鮮味があればしたら、ちょっと教えていただきたいと思います。店頭にもない、ネットでも売ってない、限定価格すべてですか？すべて300を抑えていただきたい。過去にね、これは限定で入ったことあるんですけど、まず店頭では今のところ販売してるんですけど、でこれからこういうネクタイにメタリックっていうのがあまりと馴染みがないと思うんですよ。あまり見ないですね。こういう色違いから分かるか、黒とかそんな感じかな。ゼブラカラー的なやつと、ね、これもそうですね。シルバー、あのゴールドのメタリックで、も一応メタリック系で、これはちょっと違うんですよね。そうですね。うん、アイドルゲームっていうのは、まあ、うちで活動してるので、デベロップさん、当時までのアイドルゲームの、こちらですね。頑張ってやってくれてる、はい、ここの辺は彼の方が詳しいんで、はい、まだ捕まえます、はい、捕まえてお話ね、気がしてもらおうかなと思います。そこは一応、まあ、この密会関係です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ今回はですね、第2回のオープンフィッシングデイ第2回目なんですけど、第1回目もあったんですよ、確か。ありましたね。まあ、1回目は、何社ぐらい、3、4社ぐらいで、そうですね。もともと、今、お客さんの趣旨は、まあ、小さいメーカーが、まあ、地元、元というか、地域を契約して、やって、まあ、2回目やって一気にメーカーさんが来てくれて、僕も最初、まあ、去年と同じぐらいのなので、もともとね、少ないイメージだったんで、賛同してくれる方がすごい、今すごいですね、びっくりしました。人格というか、皆さんの人柄の良さちゃいますか、ねえ、いやいやいや、いやいやいや、そこはもうね、大人の事情よくないやつだ。はい、会場を淡路島に選んでいただいたということはすごく、ね、僕ら当人からしたらすごくありがたい話なんですけど、これは2年組の近いところで釣り人を楽しんでもらえばということになって、ね、より、まあ、現場に近いところを盛り上げてしまう。今回は四国の方と、まあ、神戸、加古川、ね、姫路、はい、で神戸、大阪からも、ね、結構いらっしゃるので、すごいですよね。この皆さんの力があってこそのイベントなんで、そうですね。はい。すごい。なかなか濃度が濃いというか密度が濃いというか、会場もかなりね、熱気ムードで、そう、これ寒い中でも暑いですよね。授業でまあ換気してるけど、そうですね。あるね。リアルで分かっていただけるかと思います。ということは気になる次のは、どうされるかな？やります。まあ、1年1回で決めてるわけでもないけど、はい、実は今回、何社かお断りをというか、ちょっと、まあ、時間的にいろいろあるので、ね、向こうがちょっと、はい、今回、また様子見させていただ、はいて、はい、今は人数があったんで、だから今回のイベント成功を見て、出展される企業様が増える可能性がある。おお。そうですね。はい、今回は、やっていただいて、
はい、ありがとうございます。また次回に期待して、ありがとうございました。お疲れ様です。